リオン師匠の深活リボリーレオン師匠こんにちははいこんにちは本日も質問をいただいております今日はちょっとリグの素材に関する話なんですが、うん、ジグヘッドやタイラバなどでタングステンが人気ですそんなに長価が変わるものなのでしょうかレオンさんの見解をお願いしますという質問でございますまたちょっと難しい <laughs> 何度も考えたことあるし何度も試したねお<ー>、うん。どう返事しようかな。何を言ったら一番現実に近くって分かりやすいかなんだよね,うんとね。結構ねバスフィッシングの人たちを対象に物事を考えるとね案外真実味現実味って湧いてくんだよね。 うん、なぜなら彼らは勝たないと要するにつらないと勝たないと、うん、存在価値なくなっちゃうんだよね。その世界で生きていけない飯食えないじゃん。そうですねで考えてごらん。彼らが<う>例えばいつも優勝するとかいつも上位入賞するアングラーをこの10年ぐらい見てたら分かるよ。まあ見ないだろうけどあまり。 タングステン使ってるかって話だよ。なるほど。<laughs> 使ってないじゃん。ゼロじゃないよ。タングステンが超過にそのだけ影響するんだったらバスプロ全員タングステンにしてるよ。ジグヘッドでも何でも。うん。汚いよね。そうですね。うん。必要ないから。確かにと言っても、俺は乱暴じゃないと思うよ。だってもう一回言うよ。生活かかってんだもん。 確かにで、お金にいとめつけない人たちだよ、うんうん、試合なんだもん1個、1個いくらとか考えないもん、<laughs> <laughs> <laughs> そんな状況にある彼らですら、どうなんだろう、ジグヘッドの素材が鉛か亜鉛なのか、タングステンなのかって考えたときに、タングステン使ってる率がテンパあるかってないでしょ。うん 僕はね、それが答えだと思ってるうん、うん、じゃあレオンはどうなんだって言われた時に面倒くさいから昔からのものしか使わない <laughs> 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 えっとほらねもうずっと見てくださってる方よく分かるでしょシャクヘッドばっか使ってるじゃん俺 <laughs> うん確かに、うん、でシャクヘッドじゃなかったら何使ってたって言ったらジグヘッドタケちゃん、うん、ジ,グジグヘッドタケちゃんがね製造がちょっと ななくなった何するっつったらあのその頃にとひとみさんがなかなか優れたジュケット出したじゃんレンジクロスヘッドかはいはいはい今尺ヘッドレンジクロスヘッドでミドルゲームでねマグバイトさんが MD ヘッドって出したじゃん、はい、それを使ってるよね全部タングステンじゃないよね <laughs> うん じゃあテキサスシンカーはって聞かれたら俺テキサスの釣りほとんどやらないんでうん,うん,、うん、<laughs> うんでテキサスやるよりもナッツジグの後ろシングルフックにしてそこにトレーラーワームつけて、えー、テキサスモドキの釣りをするよねメタルジグでうんじゃあこれもタングステン使わないよねまあタングステンにはタングステンの良さがあるのは使ったことがあるから分かりますよえー、っと、うん 体積がちっちゃいのに重たいから早く沈むよね。はい、うん。そういうところではもう圧倒的な優位性があるとは僕は思う。うん、平場なんかの時はあの説得力ある,うある理論がある。平ら場が大きいほどマダイのバイトが少なくなるっていうのは昔から漁師が言ってるんだよ。うんなるほど。オブリ釣りとかねあの、タグリの釣りがあるのよ。いわゆるあの平場の元祖が。 ああ、手で、もう、たぐり寄せる、あれですね。そう、おぼり玉という鉛まの玉、うん、穴が開いてて、そこからの木綿糸通して、針をこう散らしばる、二本。うん、で、この針に、板ゴムつけてさ。はいはいはい。これは、あと、落として、手でこういう、たぐってする、まあ、平らばなんだよね。うん。この漁師がね、に、広島県の、三原市とか。えー、竹原市とか、福山の方では、た、あの、大量が昔から、盛んなので。 この漁師のおじさんたちと俺は仲良かったんだけどいつもじゃないんだけどつまりヘッドを小さくしないと食わない時があると。お<ー>でもヘッド小さくしても潮の流れが速かったら軽いから流されちゃうじゃない。うん、その時に比重のでかいタングステンって言うんだよね。うん、重いのにシルエットがちっちゃいからマダイが噛みやすいとか針にかかりやすいとかいうことは間違いなくあるかなと。うん うん、そうするとその辺で優位性が僕の中でうーありそうだなと感じるのは平らばが一番あの細長く作れるものはあんまり関係してこない気がするんだよねメ、うん、タル塾とかは鉄板でもよかったりするんでスチールでもねどうなんでしょうイカメタルとかどうなんかな メタルも、なんかあれですよね、関東の丸い川とかだと、その下のおもり、30号とか4十号の重り、うん、タングステンド売ってますね。7000円とかするんですけど。<laughs> あのね、やっぱり潮流の問題だと思うのね。うん。あまりでね、4十号っつったら結構でかいんだよ。うん、うん。で、えー、っと、4十号っつったら120グラムぐらいあるね。はい。うん 120g が必要だったのは深いからじゃなくて流されるからなんだよねそうですね多くはねうん、うん、そうするとやっぱり体積ちっちゃい方が流されにくい、うん、そこは釣れる釣れないじゃなくてその狙ってるレンジに素早く届けることが一番重要なのでそういう意味ではタングステンのメリットっていうのは大きいよね そうですね、じゃあ振り返ってレゴさんなんでタングステン使わないのって俺がやってる釣りは平場でもなければ <laughs> イカかタたでもないじゃん。うん公安部主体の、えー、ライトゲームからミドルゲームの釣りは主な俺にとってはタングステンだからといって大きく超過が、あのー、上下が出ることはないんだよほぼ鉛で鉛とタングステンで。 だとしたらね、何種類も持って歩くのがまずめんどくさい。<laughs> 選ぶのもめんどくさい、はいや。やらなくても十分釣れるっ。うん、っていうのがまあ僕の見解かな。ちょっとね、あの乱暴なお返事になっちゃって、大 <laughs> 変申し訳ないんだけど。うん。えー、と話をね、そうだな、アジングとかメバル、アジメバルに戻しましょうか。じゃあはい メバリングでジグヘッドのヘッド素材をタングステンにした方が有利か不利かって話だよね。はいはいはい。ほぼね、浅いとこつるんで、メバル特に。うん。うん、そうなら、ボトムワインドぐらいで深いとこやるときは。おー、確かに。そのときには、シヘッド、タングステンがあったらいいなと思う。うんうんうん。だって、下手すりは0.5ノットぐらいのところ放り込んでる。そうですね、激流のボトムに入れたい。 1 0ムでもどーン流されて、ねうん、あ入ったなと思ってパンパンとしゃくって落としてパンパン2回ぐらいしかないん、ね、でチャンスが、うん、これがタングステンだと早く落ちるんであの手のタングステンジュグエイトないからやったことないか分かんないけど想像で言っていいけど2回が3回になると3回投げたとしたらだいぶ違うよね9回になるからね うん、あの間違いなく釣るチャンスは増えるよね。はいじゃあ、表層を引くときにどうかって言ったらもう関係ないね。そうですね。磯メバルなんかで水深1メー,ター内外のところジグエットで巻いて釣る場合にタングステンの優位性出ないと思う。うん。うん、えー。一つ考えられるのは、硬いよね、タングステン。そうですね。えっとね、根魚ってボトムをポンって叩く音が。 鉛の音よりステンレスとかスチールの方がよ寄ってくるんだよ。うんだから俺ブレードつけるんだよ。チャリンって言うから。なるほどなるほど。ほど鉛だと岩をコンとこづく音があの鈍い音するよね。柔らかい。うん、これがスチールだとカツンって言うよね。うん、そこにブレードがついてるとカチンチャラっていうね。<laughs> なるほど。これで何事ってって見に来る可能性。 多いなこれは実際に目視で俺確認してるからうんうんうん軽いやつでコロコロしても出てこないのにジグエイトでっかくしてゴトンゴトンってやったらドドドドって出てくるんだようんこういう釣りを考えた時にはあのメバルネ魚でもあのタングステンのちょっと重めで硬い素材でゴトゴトっていうのはあり得ると思うねなるほどだけどじゃあ俺が必要性感じてそこまでやる方やらない <laughs> ボトムワインドぐらい 水深2 0ー,ーとか3 0ー,ーのところで、はい、じゃあアジングはって考えましょうかはいシルエット小さくして早く沈めてした方が有利かって考えたら経験上ほぼ優勢って超過の数になって現れるほどの優勢は考えがたいなうん考えがたいな ワームつけるしねねそうです、ね、単体ならともかくね、うん、ちょっとねありえないと思うまあ確かにね X なんか見てるとタングステンが感度がよくてとか書いてる人がいるし流れにうまく差し込めてって書いてる人もいるんだけどあのちょっと首稼げちゃういやいやいや鉛で全然や,や,れたや,ろやればやれるんじゃないうん というのがね。本当に正直なところでございます。はい。<laughs> えー、キュービ秒はいかがでしょう？まあ、タングステンの前にあれですよね。じゃあ、その結局リグって糸に繋がってるわけで、そのうまく差し込めるっていうのが糸のおかげなのかっていうのもあるだろうし、なんか難しいところですよね。そうなの <laughs>、うん、うん、糸細くすれば早く沈むし流されないですね。 うんな方法があるってことだよね、うん、でもなんか、うん、今自分はタングステンをつけててなんかこう感度が良さそうだってなるとこうなんか気が引き締まるじゃないですか多分んかそうやって自分自分のモチベーションのために使うっていうのもいいんじゃないですかねなるほどね、うん、あっ思い出したあと最後に、はい、タングステンの釣り具って今後難しくなると思うよおなんか生産的にいいですか 世界情勢考えた、えー、ときにえと倍3倍の値段になる可能性が今言われてます。あーなるほどならなかったら閉めたもんなんだけどうん、えー、中国もね大変大きなタングステン鉱山があってそのタングステン鉱山がある地域から素材を入手すると比較的安く入手できるんだよね。俺もそこ見つけて知ってるんだけど安く入でも えー、なかなかあの大国の情勢もちょっと安定してなくて、今、生産能力が極端に落ちてるみたいですね。そうですよね、今ね、景気もわあちら、悪いですねでおまけに、ね、円安でしょ、うん、そこで無理してね、鉛の場合、結局、製品にしたときに、同じ1グラムのジグヘッドとか、同じ50グラムの平らで考えたときに、 今日まではともかく、じゃあ来年になったらどうなるかって考えると、倍とか <laughs> なるんじゃないかって言われてるので、うんうん、なんかちょっと難しいなっていうのが最終的な、はい、お返事になります。うん、なるほど。はい、こんなところでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さん、その他何かリグに関してまた質問などありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。あと、このチャンネルの チャンネル登録とぜひこの動画へのグッドボタンもよろしくお願いしますじゃあ両師匠今週もありがとうございました、はいありがとうございましたじゃあまたね